こんにちは、ゆたび夫婦です。本日は東京で人気の観光地浅草にやってきました。今回は東京を代表する観光地の浅草寺から東京スカイツリーまでを1日で巡るプランで回ってみました。ぜひ東京観光される方の参考になれば嬉しいです。それでは動画スタート。人が多い。雷門でかっ。ほんまや。え、スカイツリーでかっ。さあ、タワーを登ってきたけど日じゃないわ。日じゃないよな。それではまず雷門を通って仲見世通りを見に行きます。雷門、風神と雷神さんがいるよ。どっちや、こっち、こっち雷神じゃない？風神さん。やっぱり雷門は。さあ行ってみよう。仲見世通りに行こう。これパナソニックの創業者が。そう松下幸之助が来たらしいよ。この提灯はね。雷門を抜けると浅草寺まで約250m続く仲見世通りという参道が見えてきます。日本最古の商店街と呼ばれており、老舗の和菓子店やレトロな和雑貨屋など約90店舗のお店が並びます。旅歩きグルメを巡る前に一つ注意点です。仲見世通りでは歩き食べは禁止なので、必ずお店の前で立ち止まって食べるようにしましょう。まずは仲見世通り内にあるきびだんごの有名店、浅草きびだんごあずまさんへ。江戸時代に仲見世に実在した門前のきびだんごを再現したお店で、行列が絶えない人気店です。夏季には冷やし抹茶、冬季には甘酒も販売されていて、こちらも大人気だそうです。どんな感じなの？本当にきびだんご。おお、めっちゃきな粉。5本入ってんね。入ってる。え、一口やん。うまい。全きな粉を余すことなく食べることができます。なんで喉詰まらしてあかんかった。やめてや。良い子は真似をしない。うーっとかやって。おいしい。仲見世通りから少し外れた伝法院通りにある天ぷら専門店大黒屋天ぷらさんにやってきました。1887年創業の100年以上続く超老舗店です。すごい、開店30分前なのにすでに並んでいる、ね、並ばざるを得ない系の制度だから。ちょっと怖かったから早めに来てみたけど、案の定並んでた、うん。なんか天ぷら屋さんの天ぷら食べるの久々かもしれない。天ぷら屋さんの天ぷらって美味しいよ。いや、あんま食べたことないな俺。天ぷら屋さんの天ぷら。結局50人ぐらい並んでるで多分。そんなに入るの？すごい。早く決めちゃおうかね。あ、天丼が3種類ある。エビかき揚げ。あ、キスもいいな。うわ、でもこれじゃない？いや、そうよな。エビとキスとかき揚げ、シシトウもついてるよ、うん、見てこのひたひたな感じ、すんごい色濃いね。東京はこの色なんだ。わかんない、天ぷら屋さんに全然行ったことがないからさ。でも何思った殻の米もんじゃん。あ、美味しい、うん、なんかしっとり系の天丼かな。まあそうやな、天丼ってみんなしっとりか。これが関東の味か。違う、関西の天ぷら屋さんに行ったほうが。お漬物がすごい合いますけど。あ、これお漬物こんなにあるのめっちゃ嬉しい、うん。ね、ちょっと薄味のお漬物だから。さっぱりしてる？もういい、口直し。
でした。人多いね。本当に本当にまっすぐ歩けない。なんかあれやな、フルーツ食べたい。フルーツというかスイーツ、甘いもん。何何何何、いちご大福ある。あ、いちご大福いいやん。いちご大福にする。いちご大福食べたい。ということで、仲見世通りにある銀華堂さんでいちご大福を購入しようと思います。こちらのお店、もともとは和雑貨を販売する老舗店だったようですが、2022年にリニューアルオープンし、現在ではフルーツ、和スイーツが売られているお店です。いちご大福すごい。これどうやって食べたらいいの。うまく食べて。お父さん取ってないいちごすんごい大きいの。あ、いちご食べれんかった美味しいとこ食べたな、いちごの塩こしだから、こしあんに塩気がある。そうやな、塩こしやもんなあんこがすごい入ってて美味しい。口の周り広い。めっちゃ汚い、口の周りだよね次は浅草名物の人形焼きを食べに、仲見世通り沿いにある亀屋というお店にやってきました。こちらのお店は人形焼きと手焼きせんべいの老舗店で、一つ一つ手焼きで作られている人形焼きは薄い皮の中にあんこがたっぷり入っているのが特徴です。あ、ほら見て見て見て、あんこなしも選ぶことができます。人形焼き、はいはい、6つ、うん、すごいいい匂いする。あ、ベビーカステラの匂いがする。ベビーカステラ、何やに、浅草、雷門かな、違う、浅草って書いてる、うん、浅草って書いてる。え、ちょっと見づらいけど。あ、ほんまや、あったかい。だって焼きたてやろめっちゃあんこ多いな、うん、生地ほぼないやん、うん、ほぼない、あんこ食べてるねもう手入れた瞬間熱ってか、うん、なんて書いてる、中見せ、あ、中見せか、鐘楼かな。ちゃんとあれやな、絵柄が被らんように 6種類入れてくれてるよな。あ、そうなんかな。俺人形焼き初めて食べた。ええ大阪は五座鐘楼やから。あー、大阪の名物なの、あれは分からへん。今川焼きっていうやろ。 あ、今川焼きっていう、うん、五座鐘楼っていうのが、俺らは今川焼きとは言わん、五座鐘楼それ店の名前だって絶対一口目じゃあさ、スカイツリーがあったんだけど、なんか CG みたいじゃない、なんかさ、ちょっともやがかかってるからさ、でかスカイツリーもうちょいで宝蔵門や、宝蔵門、あれは宝蔵門やで、宝蔵門で、奥には五重の塔があるやん、うん、浅草寺のご本尊は召喚前御菩薩様、参りの際は合衆して南無観世音菩薩と唱えましょう。覚えて、南無観世音菩薩、多分あそこにたどり着く車は忘れてる南無観世音菩薩、南無観世音菩薩。あ、これなんか昔のここら辺の風景みたいな。へえ。浅草のあけぼの。あ、そうそう、なんか浅草寺はこの仏像が海か川かになんか流れてて、でしかもでもこれってめっちゃなんかめっちゃちっちゃいらしい。あ、そうらしい。なんか何センチとかそんなレベルの話らしいな。それを祀ったのがきっかけらしい。でもここほんま徳川家康とか源頼朝とか、うん、あ、こんな感じ、あのすごい有名な方が来てるんやね、昔の人が。おい、左見ると五重の塔、もうめっちゃ綺麗こっち、うん、綺麗。てか今日天気良すぎ。見て、あの後ろに花屋敷の、あれ花屋敷、あれ花屋敷ちょっと景観潰してない
アウンの呼吸ってわかる？こういうことで。あ、こういうか、俺らみたいな。まあ、あの2人以上で物事をやる際に息が合ってることみたいなこと言うけど、これのあ行像とう行像がいいんだよね。運行像、運行、こっちが運行像でこっちがあ行像っていうらしい。これでアウンで、アウンの呼吸って言われるようになってんで、見よう。そう、すごいな、この本堂。本堂がすごすぎる。なんかこの屋根、うん、確かに屋根めっちゃでかい、ね、屋根の反り具合、うん、自分が悪いって思ってるところにかけるんだよね、煙を。足か、足、そうや、足怪我してるから。怪我してるんだか何なんだか分かんないけど、ジローは。俺はいいや、いい。じゃあ行きますか、お参拝。おみくじ、浅草の浅草寺のおみくじはね、ほぼ凶なん。調べてきました、3割が凶って言われてます。3割なんだ。あの、ほんまかは知らんの。でも凶しか出たことないの。しか出たことないのもおかしいけど。すごい銀色が。違う違う違う、シェーカーじゃない。あ、出てきた出てきた。何番見ちゃあかんで。今日だ。ちゃんと隠してる？見た？見た？見た。じゃあ3割が凶と言われてる浅草寺でのおみくじ、弓は何でしょうか？凶です。これやっぱり浅草寺は凶しか出ないんだ。そう。じゃあ私いくよ。まだ見てないで俺。ちょっと見えちゃった。きち。すごい、やった。まあ3割が今日ですから。今日はあの結んで帰るといいらしいよ。今日の実を結びください。なんで弓の実を結びください。なんてそんなニヤニヤして。だって今日じゃなかった。別に3割だもん。そんな3割一緒。いや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 、少し歩いて浅草西参道商店街にやってきました。食べ歩きグルメのほか、衣装や日本刀を扱う老舗店など、メインストリートとは少し違った個性的なお店が集まるテーマパークのような商店街です。そんな浅草西参道商店街では、なんとなんと一年中金魚すくいが楽しめるお店があります。それがこちらの浅草金魚さん、ちょうど商店街の入り口付近にあるお店です。わい、結構うまいと思ってるんだけど。金魚すくい、そんなにやったことないけど。俺人生で3回ぐらいしかやったことない。あ、私もそんなもんだよ。え、そんな行く？スッと。でも行為が瀕死。あ、いける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 。やった。た。記念すべき1匹目。私の成果は 1,2,3,4,5,6 匹取れました。今んとこ死にかけの金魚2匹とデメキンが1匹。あ、かわいい。でもデメキン取ったのすごいな。デメキンで破れちゃった。うぅぅ、すごい。え、46匹やって本日で最後、うん、
まだ参る。持ち帰りもできるみたいです。私たちは持ち帰らないけど、ね、楽しかった。じゃあね、ありがとう。すぐ近くには浅草花屋敷があります。歴史ある遊園地でとてもレトロです。興味がある方は行ってみてはいかがでしょうか。スカイツリー目指そう。スカイツリーどのくらい歩いていくの。歩いていくよ。結構遠いよね。うん、でもさ絶対迷うことないよな。俺だってここら辺歩くの初めてやけど、地図出さんでも全然行けるもん。これが隅田川？うん、隅田川。で、あれあれよな。あれ、朝日ビール。朝日ビールのうんちモニュメントやんな。え、あれも朝日ビールなのかな？え、あれも朝日じゃない？あ、そうなの。で、今からあの橋、うん、歩道橋をね、あの歩道橋内になんか空町ちゃんっていうキャラが2体隠れてるらしいよ。あ、そうなの？うん、なんかね、髪の毛が星みたいなやつ。ああ、空町のキャラ。そう、空町ちゃんが隠れてるみたいなんで、ちょっと探しながら歩いてみる。はい、行くでー。ちなみに空からちゃん見つけるのめっちゃむずいらしい。そうなんだ。うん、めちゃくちゃむずいらしい。左側通行やでー。え、全然わかんない。空からちゃん分かんなかった。ちょっと事前にネットで調べてきてたけど、それでも見つけられなかった。普通に歩いてたら無理や。こういう橋んとこにあるのかな。東京水町。東京水町は国内外の宿泊需要に対応するコミュニティ型ホステルで、公園や川の環境に一体化した新業態のレストランであったり、おしゃれな雑貨屋さんやカフェなどが入った施設となっています。ちょっとカフェ休憩しましょう。カフェ休憩、まあ、なんかテイクアウトで買ってここの公園で、ね、みたいなんでもいいし。ということで、東京水町内にあるおしゃれカフェ水戸葉さんで少し休憩しようと思います。このお店は発酵食品を中心に健康でヘルシーな料理を楽しめるカフェで、店内はオーガニックをイメージしたナチュラルでおしゃれな雰囲気が特徴的です。自家製ジンジャーエールです。うわ、スパイシー。ああ、ほんまやな、うん、シナモンとか入ってるやん、うん、あ、何これ、ほら、Thank you って手書きじゃん。このお店のさ、みんな定食食べててさ、美味しそう。なんかでもオーガニック系なら、うん、体に優しい感じの定食やん。和食が多い。ホットの時は小指が立たない。そんなに立たせてなんかでもスカイツリーの下に、あ、空町行くか。空町なんか商業施設あるよね。あるあるある。なんかそこを結構やブラブラしたい、うん、面白いよ。でっか、634m。武蔵すごいよね。首板。でもこれ世界一高い建造物ではないねんて。ではないよ。でも世界一高いタワーやねん。あ、そう、え、そうだっけ。うん、世界一高いビルっていうのはいっぱいあんねんけど、他にもドバイとかにもいっぱいあんねんけど。あ、タワー世界一。タワーでは世界一らしい。知らなかった。さあ、空町に行ってみましょう。あ、空からちゃんがいたよ。
東京空町は東京スカイツリーの足元に広がる商業施設です。飲食店やショップが並び、都内初出店の店舗などもたくさんあります。ちょうどね、クリスマスの時期だったので、クリスマスマーケットが開催されてました。せっかくなので、チュロスを食べることにしました。いただきます。うまい、うまい、あったかいな。うん、おいしい。それ一口80円くらい。やめなさい。スカイツリーに登りましょう。はーい、行きます。東京スカイツリーチケットカウンター入り口はこちらでございます。チケットを我らは予約済みですので、QR コードで行けます。ちゃうよ。まあ、当日でも買えるけど、並ぶ可能性があるからね。ね。2009年4月6日からやから2年弱か。へえ。私もこんくらいの時見に行った。あ、そうなんや。なんか今、ちいかわ星降るスカイツリーってやつやってるみたいです。あ、これ別か列。うん。右が当日券で、俺らはそのままスーって行ける。行けた。おお。じゃじゃん。でなんか空からちゃんがいる。チケットは主に2種類。地上350メートル地点にある展望デッキのみに行くチケットと、さらに上の地上450メートル地点にある展望回廊まで回れるセット券の2種類があります。いずれも前売り券で購入した方が大人は300円から400円ほど安く購入できるので、前売り券での購入がおすすめです。もちろん雰囲気ぼち壊してる。音声的にどうなの。ちいかわ、写真めっちゃ、うん、ちいかわ星降るスカイツリー。ちいかわは真ん中。真ん中？真ん中上？真ん中上。右は8割。展望デッキにはカフェもあり、地上350メートルからの景色を楽しみながら休憩ができます。ここは350メートルです。まだ俺らはこの上450メートルまで。であれがリバーウォークやらな、うん、到達点それでも3分の2ぐらいやな、うん。そう、こういうすごいスカイツリーでご飯が食べられるレストランがあって、すごい。さっきさ予約のとこあったけど満席だった。そう俺も見てみてんけどさ、うん、あとすごいいいレストランでしょうね。すごい高かった。だって普通にプロポーズとかそういう感じやん。いいよね、一回来てみたい。武蔵どういう感じなんだろう。あ、ガラス床があるって書いてある。おおおおおわー、すごい、めっちゃ曲線。ということで、
今日はね1日かけて浅草から東京スカイツリーの方まで来ましたが、久々だったわ。そっか、海は何回も来たことある。スカイツリーはでも2回目くらいかな。昼に来てもいいかもしれんね。昼の方が高さ感は感じれるかもしれない。そうだから逆でいいかもしれん、うん、スカイツリー来てから浅草寺の方に歩いていくとか、うん、っていうのもまあ一つの手よね、うん、以上浅草周辺の1日プランでした。この動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。